大分県立西津総合高等学校は、大分県速水郡日出町にある県立の高等学校。2013年4月に、大分県立西津陽国高等学校と杵築市の大分県立山鹿農業高等学校とを統合して新設された。本校は主に日の出陽国高校の校地を使用し、山鹿農業高校の校舎を農業実習で使用する。西津総合高校の開校に伴い、日の出陽国高校及び山鹿農業高校の募集は2013年度入学分から停止され、両校は在校生が卒業する2015年3月に閉校した。校名は2012年5月1日から5月31日に全国から公募され、応募総数1537件の中から開校準備委員会によって6案に絞り込まれ、さらに開校支援委員会によって6案の中から大分県立日出高等学校と大分県立西津総合高等学校とが推薦され、7月11日に大分県教育委員会によって大分県立西津総合高等学校に決定されたものである。校章は2012年7月1日から8月17日に全国から公募され、応募総数265点の中から校章選定委員会によって5点に絞り込まれ、さらに開校支援委員会によって3点が推薦され、10月1日に西津総合高校校長によって決定されたもので、大分県立鶴崎工業高等学校産業デザイン科の生徒による作品である。大分県立西津陽国高等学校と合同で実施される。詳細については、大分県立西津陽国高等学校部活動参照。ありがとうございます。